はい、パンデミック実況とうとう最後、12月に入りました。まあね、いろいろありましたね。でも最終月です。まあほとんど暴動を起こしてるね。ただワクチンによる予防接種というのも進行してたりして、うん、ここまで予防接種進行してるのは強いね、うん、ただほんと都市のダメージはもうこことか壊滅してるし、いやーいろいろありました。大阪も滅びました。壊滅都市が 1,2,3 ロスか、あと4つ壊滅してる。ちなみにホーチミンは俺が核を投下して壊滅させた。まあね、でもなんか最後となるとちょっと寂しい気がしますね。まあとりあえずこのレガシーカード引くところからもう残りわずかなんですけど、でも最終月の割には結構分厚い、何枚も入ってますね。これ最後に何が起こるのかすごく楽しみでありますね。これをめくるところから始めようと思います。じゃあいよいよ12月最初のゲームを準備する直前にこのカード引く、引いてみましょう。さあ最後何が起こるんだ。君たちとそのワクチンは遅すぎた。君たちが現存の CODA を治療したとしても我々は散布する準備の整った新たな変異版を備蓄している。なんだって。だが新たな世界政府の設立については君たちに感謝したい。君たちなしでは我々は恐怖と希望のバランスを取ることも、軍事ネットワークを設立することも、 CODA の進歩をこれほど精密に追跡することもできなかっただろう。独自の検問所やバリケードを持つこともなく、抵抗を考えることもできないほどに人々を封じ込めることもできなかっただろう、うん、やっぱ軍事基地とバリケードっていらなかったよね。すげえ思ったんだけど、君たちはもう古い情報源を信用することはできない。これまでの月で導入された全ての目的カードを破棄すること。以降のカードが新たな目的となる。お、目的が全部更新される。ザン、うわ無理だろこれ。すべての都市で予防接種を実行せよ。おお、まさかの。アトランタで CODA の秘密の備蓄を発見し処分せよ。おいおいおい、また操作ミッションと。この2つか、2つ目的カード。全部予防接種しろと、秘密の備蓄を発見し処分せよ。おい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 、なんだこれなんだこれ、もう全然わかんない。アトランタにいるとき操作アクション実行する。次のスペースに描かれているカードを捨て札にして操作チームトークンを進める。必要なカードを持っている場合ワンアクションで2スペース以上進めることができる。なるほど、最初はないけど赤切ったら2進むよみたいな感じなのかな。あ、でも待って、これ目的がこの2つになったってことは薬の開発はもうしなくていいってことになったね。そういうことだね。はい、備蓄、なるほど。で次のレガシーカードが、ゲームに勝利したい場合または12月の下旬に敗北した場合このカード引く。なるほど、そうなったか。いや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 、さあ予防接種ちょっとなんとか、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 あと10地域予防接種しなきゃいけないのと、あとこの操作ミッションを進めなきゃいけない。でここに到達すればいいんだな。ただだよ、薬の開発はしなくていいから科学者を
をパーティーから抜いてやればいいんだよな。うん、ちょっと12月また全然ミッションが変わりました。薬の開発をが目的からなくなったというね。予防接種とこの操作ミッション、いやー12月なんとかクリアしたいですね。はい、12月の目的が薬開発がいらなくなったってことで、この新たに通信指令員を使おうと思いました。通信指令員は他のプレイヤーの駒を動かせるっていうのがまずあって、それとプレイヤーの駒を他のプレイヤーの駒に移動させる、なんかちょっと変わった移動の変わった能力があるんですよ。でまあ一応友人関係、これはあんま関係ないんだけど、この3人で行こうと思ってて、ここが同じ場所で手番開始すると免疫学者と兵士家族関係で追加のワンアクションを得るんですね。その同じ場所で手番を開始できるようにこいつが駒をね他の駒の場所に移動できるっていう能力があるんで、なんかそういうのうまくコントロールできないかなと思ってちょっと俺これ使い慣れてないんですけど、このキャラ、まあ、うまくできないかなと思ってます。まあ、薬開発が必要ないんで、とりあえず科学者は必要ないですね。うん、じゃこれでやってみようかなと思ってます。これが気になりますね。4回連続でゲームに敗北した場合パッケージは超開封する。俺も4回連続で負けることがありえないんですよ。11月下旬勝ってるんでね、ちょっとこれ開けてみようかな。これ開けてみるね。本当は開ける必要ないんだけど、ちょっともう開ける機会がなくなっちゃったから。でね、開ける前に予想すると、このさエピデミックが5、6まで あるはずなのよ。だから多分エピデミックの6枚目入ってそうな気がするのと、あとねアクションカードに1枚余白があるから、これが入ってんじゃねえかなって思ってんだけど。お、これどうなんだろう。これちょっとまあ関係ないけどね、ゲームの進行上、4回負けた場合何が起きるかっていうやつね。ニュージーランドにいる君たちの同僚が議論の余地のある新たな薬を作り、疫病の影響を軽減することに成功している。その薬の使用は慣例に従っておらず、投薬時にパニックを引き起こす可能性がある。ゲームの準備をするとき、これらの3枚の使い捨てイベントカードを山札に追加する。おお、なるほど。あ、じゃあ連続で負けるとあのゲームが優しくなるようにできてるってことだったのね。うん、任意の都市1つのパニックレベルを上昇させ、効果を発揮せさせずにエピデミックカード1枚を捨て札にするめっちゃ優しくなるやん。じゃあここ6回エピデミックが起こるフラグは何だったんだろうね。ちょっと謎ですけど。そうか、シーズン2の拡張とかあるのかな。これありきのシーズン2っていう流れがあるのかな。いやね、こんだけシールベタベタ貼ってね、シーズン2言われてもねって感じで、まあ、これ負けっぱなしの人に対しての救済策が入ってたと。まあ、一気にゲームが優しくなる概念だったので、これは無視しようと思います。はい、12月始めます。初期配置が、まあ、割とねいい方なのかな。黒と黄色に3つ置かれる地域があって、ただねちょっとジャカルタマニラに2つ置かれちゃった、そんな感じ。うん、でね、ここの環太平洋に軍事基地が2つあるから、ここを除去するのに現状3アクション、予防接種するのに3アクション必要。軍事基地は破壊しなきゃいけないなっていうのがありますね。まあ良くも悪くもない感じかな。で、勝利ボーナスがあるんだよね。操作チームを進めるか、ワクチン工場に3つ置いて進める。で、初手的に赤がないと操作できないんだよね。今通信指令員しかが1個進めるしかできないんだよ。それを考えると、まずワクチンの方を急ぐのかな。いや待てよ、1個進めとけば赤で1個積んで次黒っていけるもんな。いや悩ましいねこれ。操作チームを1つ進める方にしよう。うん、うわー、でもこれできんのかな。
よし、これで行きましょう。で、まず兵士なんですが、操作はできないんです、アトランタの島に。で、ウィルク数学者、免疫学者と同じ場所にいるから、オアクションを採取できる。さあ、何からするか。ああ、まあなあ、僕たちは今日っていうのもありかな。軍事基地はちょうどあるからね。うん。そうだな、それもありだな。あ、いいこと考えた。1、治療。2、そして、3か、あともう1回。破壊工作をできる。ロサンゼルス捨てて破壊工作できるんだ。ここ破壊してみましょう。ロサンゼルスっていうのはこの CO 爆薬で、C4 爆薬で破壊できる。で、破壊したんで、初期軍事基地から1個なくなった。これはでかいね。次のゲームにつながるので、いいと思います。これで次だろう。うん、ジャカルタに1個増えるね。ジャカルタを引いてしまって、ジャカルタが1個増える。薬作んなくていいのはかなり今までと全然違うね、プレイ感が。薬は無視していい。アウトブレイクを防ぎつつの内容のところだ。操作を進めなきゃいけないのかな。じゃ通信指令にはまず操作なのかな。うん、まず操作でしょう。赤を切って操作しますと。で、これ、続けて捨てれればワンアクションでどんどん進められるってことらしいんですよね。ワクチンを送ります。毎ターンのローフェーズの後にワクチンが基地に置かれます。ワクチン工場で。で、1。そっか、ここら辺サウトブレイクは危険だな。ここは無視しちゃいかんね。てか、このジャカルタもやばいけどね。これは、ここに基地建てるかな。政府の援助を使って、ワクチン工場建てる。そして、ここアクション、イベントまでアクション消費したんで、2、3、4。あ、隣を取り除けないよ。4。いいかな。まだ IP 来ないで、北京が増えた。赤引いちゃうとね、増えちゃうって言われるね。あんま伸びでやってらんないけどな、バンコク。バンコクは？お、バンコク来れない。やった。香港も来れない。お、予防接種は効いてるぞ。これは素晴らしい。で、そうだ、ローフェーズのためにワクチンが来れます。免疫学者。さあ、どうするかな。免疫学者は、予防接種したい感じもあるね。今1個になったから2アクションで予防接種できる。1、2。あ、一応できるな。だからワクチン回収でアクション消費するのか。あ、まず操作か。まず操作しますと。1、2。あ、そうだ。さっき兵士ワンアクション多くできるの忘れてたんで、隔離を置きます。まず操作して、黒2枚切って黒2つ分進められると。で、操作アクション実行したときこのカードを捨て札にする。これやりましょう。双眼鏡。追加で2進める。ちょっとインチキ臭いけど。うん。で、これで操作が第1位。で、ワクチン最終3。ああ、でもな、爆弾って放置していいのかな。放置しちゃダメな気がするな。3。まあ、どうするかね。次のターンと考えて。お、青引いた。まだ行くしかないね。台北はこれ。そう。そうでも仮だ。こんなだらだらやってちゃダメな気がするな。毎度ワクチンを置き忘れてますね。それぞれのターンのこの回のたびに来れるらしいから。兵士のターン。兵士何したらいいんだ。そうか、兵士は、またアトランタ行って、今青2枚赤。赤2枚なんだ、ここ。重いけど、操作に行った方がいいな。あ、僕だって放置していけないな。いろいろあるな。でも、そうか、操作は、カード溜まってから一気にやった方が後取れるのか。うん。っていう説もあるよね。うん。そうだね。うん、そういう説もあるな。だから、バグダットの取り出しに行った方がいいのか。壊滅としてから、いけない。暴動してるから直接いけないな。あるじゃん、行こうと思ったんだけど。あるじゃん、暴動してる。あ、ジャカルタも危ないのか。1、2。うわ、ハンドめっちゃ切んなきゃいけない。ジャカルタに行けない。衰退と暴動で。うわ、これむず。衰退すると1枚ディスカルしないと進めないし、ジャカルタに関しては2枚ディスカルしないと入れない。しかも赤をね。これはきついぞ。これはきついな。昭和有効な策はないので、これは捜査に行った方が潔いのかもしれない。1、2、3。操作。で、青2枚で。大体もないかな。ないんだな。これ以上はないんだな。じゃあ、ズドマニラとエピデミック。マニラが、マニラ確認されてた。エピデミックか。はい。やばいな。なんか上等するカードなかったっけな。ないな。バグダットとパリは一等しかないな。でもそっか、こっち側は割と放置なんで、いいのかもな。予防接種せいでもいいかもしれないな。ちょ忘れないでワクチンを置いとこう。まあ、まだ完成レベルになるね。通信指令に使いこなせてない気がするな。いかんね。まあ、一旦、東京。うん。東京 OK だね。いいよね。マイアミもありんですね。でした。ですけども、通信指令にどうしよう。これ次が赤2枚。あ、そっか。兵士が赤2枚持ってるな。そうだね。操作進めたからね。そう、こいつが今1匹で1つ逃げた。そう
だね、どっちか操作、今回操作だけでもクリアしないと、そういう考え方でいかないとダメだね。うん、ダブダット取るでしょ、まず1通信しろ、どうしようかな。そうか、兵士をここに持ってくると次免疫学者がワンアクション追加で行動できるっていうのがあるね。あとここだな、パリ、あ、パリはダイレクトビーム持ってるな。俺はそれでいくか、1、2、2でパリ使ってチョコビン4で追加のリアクションやるかどうかだね。追加のリアクションやるべきかどうか、いやまだやらないだろう、通道します。姉妹2枚白に増えるね、引くだけで増えるから。でワクチン、アウトブレイクの心配ないはずなんだけど、でも増えてっちゃうね。そこ若干とわかんのか、そういやな、あ、香港は大丈夫、よしよし。免疫学者は今ここなんだけど、東京、これが2つしかないのか、隣接する地域をね、何線でね、どっちかっていうとマニラの方が入りにくいのかね。じゃあ2個支払って、こいつはワンアクションでまとめてゾンビ君を取り除ける、隣の地域でも予防接種できるという効果がありますと。これで1で2、3、4、ワクチン採取3、で4でまたサムラシス戻るんだな、うん、これでいいんだな。やつろう、黄色バッカ、まあ、ここは黄色2枚必要だけどね。よいしょ、そもそも考えるかな。アリアードお、ダブダット、あーもうどんどんやばい時期が来る。なんかジャカルタが来てないの不思議だね。で次兵士の番か、あ、ワクチン増やそうと、ワクチン増やすの忘れてる。まず操作だね、兵士は操作をして進む。次黒2枚すごい、黒1枚しかない、結構これ難しいね、カウントしないといけないから。1、2、3でバグダットの治療かな。4、ああまたエピダー離れていく、やばいぞ、ちょっと感覚狭かった。エッセンは4時期、あ、そうだ、青は両線変で全部取れますね。ここさっきから取ってきてで、エピの勝利ですね。ちょっと今回少ないけど、逆にジャカルタが選ばれる心配がないっていうのは逆にいいのかな。他なんかないよね、今イベントがない。そのままワクチン出しておこう、ワクチンが今着きましたね。いやいやいや、でもムンバイとか来る可能性あるな。ジャカルタは選ばれないけど、ムンバイとエッセンがちょっと厳しい感じではあります。あ、エッセンまだだ、くそー、操作も離れていった。今黒がないからかなりきついな、やばいね、操作離れちゃうのやばいの。香港は大丈夫、あ、エッセンアウトブレイク、エッセンがアウトブレイクしましたね。さあさあさあ、通信しろ、どうするか。次操作に黒2枚必要なんだけど、黒2枚持ってるやつがいない、マジ辛いこれ。そうなるとどうしたらいいんだろうな、これな。そうか、こいつをここに飛ばすはありだね。飛ばしてエッセン治療してぐらいしか思いつかないな。ただムンバイが来る可能性が濃厚だから、そこもどうにかしなきゃいけないな。シカゴってここか。1、2、3、4で終わっちゃうな。うわー、わずかな時間使うか。これで6回行動にしたら1、2、3、4、5、6までいけるな。1、2、3、4、5、6と、ここでアウトブレイクは制限だろ。ただ黒しかないと何もできないんだけどね。空爆、空爆使っとこう、ジャカルタを。都市空爆コンボ、兵士は空爆コンボできるぞ。で、ワクチン、マコリが増えない、全部置き切った。東京は、リアル、はい、相変わらずの活発で、免疫学者は、隣の地域を治せるので、1個消費して、マニラを予防接種。ここにやっとこう。マニラを予防接種できましたと。今ね、黒はないから操作が進められないんでね、すげえ深刻ですね。予防接種した。で、ここに行こうかな。リアルに行けばな。1、2、3。で、リアル10かな。4。うん。で、通路。1枚、2枚。大阪、東京。東京は来れないけど、大阪には来れちゃうね。4個目は来れないということですね。あ、ただエピは来てないのはまだ少ないな。2回目のエピは早かったから、3回目は遠い可能性が高いですね。ダブダットと、なんだ。ギリギリ。このギリギリか。っていうか、黒のカードなんか操作が今進められない。それが深刻だ。で、兵士がここだから。まず取るよね。1、2、3、ワクチン回収っていいのかな。もういいかもしれないな。あ、ただ東京は危ないか。じゃあ、ワンアクション初期で空爆を回収して、ね、できるよね。装備カード1枚回収できる。あ、これ装備カードじゃないよ。資金不要イベントだ。装備カードじゃないんだね。なるほどね。じゃあ、この双眼鏡とか、操作に必要な関係のとか、手榴弾ベルトがあるってことを覚えてればいいんだ。空爆回収ってのはできないんだ。今気づきました。あー、迷うね。兵士どうしたらいい。ここはすることが特にない。治療を1、2、3、うん。で、ワクチン回収かな。4。これがどっかに置けるんだよね。このところドローフェイスのために置かれるから、ソウルと軍事基地を置く今更軍事基地を置くとか、ソウルと1個置かれるか。
あ、さっきマークション追加でかかるって忘れてたかもな、宮脇学者。ちょっとチョンボしちゃったかもしれないです。ちょっとチョンボしちゃったかもしれないですね。で、2枚感染地域。ジャカルタ。おー、ジャカルタ危ねー。マイアミ。まあ、結構限界なんだよ。強し、白い。黒が引いてないから操作進められない。それがマジきつい。通信指令員はまずここ取ってもいいし、そうだな、ここ取って、まず1かで、兵士をここに移動させておこう、ね、そうすると免許学者が次 5アクションできる。で、マイアミ危ないね。どうしようかな、3、4ときとこうね。ちょっと寝るかもしれないけどね。来るしかねえんだな。上海、上海は上海は合成沈め、OK。静かで夜引いたな。で、まだ光ってるな。出てきてからね。はい。そう。そうで3体目行っちゃった。ここ危ねえな。レンタルブレーキの危険性が出てきてな。免疫学者、つまりこれは、まずワクチン回収。免疫学者今回5アクションできますね。1、2、3。うん、でね。1、2、3。で、4、5。サンフランシスコを治療するのに2アクション必要なので、4号で2アクション消費してサンフランシスコを全部取り除く。ワクチンを消費して全部取り除く。隣も取り除くということで、全部取り除く。ぐらいかな。ちょっと黒引いてないからマジ操作進まねえ。ホーチミンと、ホーチミンに来ちゃった。ちょっと北条件が来てるな。黒、黄色、青を追ってきてから、虫って言えば赤が1枚じゃないかな。よし。まだ生きてないのは嬉しいね。マニラ。マニラは、あ、マニラ陽性沈め。モスクワ。いいぞ、陽性者を切ってきてるぞ。で、兵士。兵士も今ワクチンを結構取ったんで、1、2、ただ、あ、黒が2枚ないとここに進行できない。で、ちなみに黒は操作に必要なカード。ってことは、ホーチミンに突っ込むのがいいのかな。そうだ、シャトル弁でホーチミンに突っ込めるんだ。それはいいね。だから、1、あ、そうだ。さっきワクチンを分散させたけど、まあ、まとめて1箇所だと考えるかな。1、シャトル弁で1。で、2、3。予防接種2、3。2、3と。予防接種は進行。空空引かないから予防接種もするけど、3、で、破壊もできるんだけどね。でもちょっと破壊すると移動手段が乏しくなるっていうのだから。で、まだワクチン持ってるから、残りの1アクションここにしとこうかな。移動して終わりと。ちょっとまだエピコないで黒しててねえんだよ。あ、全然黒くない。どうしよう。やば。感染地域、ここだ。ちょっと前髪とか無視したけど、そろそろ危ねえな。バンコク。バンコクは汚せし、OK。もう通信しないと前髪の除去かな。1、2、3。ちょうど4が、ちょ兵士交代機させて手前あれなんだけど、ここに移動させて、次家族の効果で。ワンアクション、免疫学者を多くできるようにしておく。そういう作戦にしようと思います。で、そろそろエピキソンなんだな。ほら、来たよ。感染者が逃げてく。この操作がすげえ難しいな、実は。感染率3。まず、まあ、この人の方がいいね。レリー。さあ、どうしようか。さあ、どうしようか。誰か自己犠牲できるやついたっけ。ああ、免疫学者は自己犠牲できるな。自己犠牲しようかな、ここで。いや、その前に静かなやり使うか。静かなやりで、感染ステップを一応飛ばします。飛ばすのはいいけどな。デリーと僕だから除去しなきゃいけないのは。飛ばして、免疫学者が5アクションできる感じですね。で、ワクチンいっぱい待ってる。ワクチンが探してない。6の忘れんな。で、デリーに飛んで、1、2、で、予防接種できるな。1、2、予防接種。隣も予防接種できる。3。で、僕だ、まだですね。できないか。3。そっか、赤2枚切ってられないよな。ここでも赤2枚必要ってなってるからな。黒がスコップで足んないんだけど、ほんとに。黒引いてるやついる？黒全然引いてないね。ステップダウンも黒ないんじゃないの？あ、序盤の頃黒に書いてやっただけだ。黒がまだあるはずなんだよ。そこさえ黒を突破すれば、あ、でもまた黒必要になってるから。うわー、これやばいな。操作進まねえな、これ。ってことは、予防接種だけでもっていうのもあるよね。可能な限り進めるっていうのは。で、今、1、2、3、あと 2コードできるんだけど。まだ待ってるから3、4、次、ジャカルタをできるようにしとこう。1枚、2枚、黒引いたけども、どっちかっていうと、今、青と黄色いらないのかな、こうしてとこう。で、感染レベル3。今、僕だ以外、僕だけなのか、やばいのは。まあいいだろう。以上、部屋5でした。もう来ちゃった。で、僕だは、でもまだ、僕だは暴動中だね。香港は予防接種ですね。ソウル、あ、ソウルが暴動でした。ソウルが暴動。僕だが まだ生体まで来ないんで、まだいいでしょう。
やっぱな。いやでも苦労が全然効かない。そうさ、諦めリングかな、これ。諦めリング作戦かな。じゃあらば、兵士は、ワクチンが十分に始まってるから、1、2、3、4って切るな。それでいいかな。それとも1、2、3の方がうまい気がするね。予防接種を重視しよう。1、2、3。ワクチンを使って、東京に予防接種。3。で、隔離した方がいいな。ここ隔離してもあんまりないんだから。だったらそういうか。4。あー、エピで離れてく黒しかねえし、1枚2枚。これまだ黒しかねえもん。こんなにしかない？これいらないな。軍事基地を建てるやつは捨てました。やべ。じゃあ、通信シラインは、あ、そう、完全に切るまでね。じゃじゃん。リアル。リアルはいい。マスクはもう別に。お、東京は、いいね。噛み合ったな。予防接種した直後。ちょっとあまりにも来る引かないから、もう予防接種を優先しよう。1、1秒、2、3、で、4はまた、また早くここに移動させてあげる。で、免疫学者5アクションできるようにしとく。で、次郎。はい。エピだ、また離れた。もうこれ操作は無理だね。こんな操作難しいとは。いやでもちょっと、エリがまた迫らなかったか？回路に3つ。回路に3ついった。ちょっとこれやばいな。だってソウルと、ここがこの辺もあるな。モスクワ回路。ちょっとやばいな、これ。やばいなぁ。予測を使うか。で、ここで兵士、予測を使います。1、2、3、4、5、6。で、これ6つ見て入れ替えれるから。リアド。リアドダメだ。モスクワもダメだ。ボゴだ。あ、ボゴだ、OK な。ソウル。ソウルはどこだっけ？ソウルは行かんところだな。東京は OK で、香港も OK。じゃあ、この OK な3つができとくのからようにして、この端だけしなくて。はい、じゃあ、選ばれたとこです。なので、どこだと、東京と香港は予防接種済み。次は3つがもう見えてるんでね、これ。次、ソウルと、リアのね、全部やばい時期。このためにワクション消費して、それができるか。ソウルを直せるな。ソウルだけは直せるな。なんとかしてな。うん。エアゾルユニットってのはな、黄色捨てていいのか？でももう操作とかやってる場合じゃないもんな。1、2、で、アゾリンユニットで3、ワクチン1つで全部取り除いて予防接種済みにするっていう、そういう効果がありますね。ソウルを潰せる、これで。で、こことここがアートクネックすると、それはそれできついんだから、ただ5アクションだけどな、1、2、3、で、回路って、4、回路いけないんだな、暴動中で。これはダメだ、どうしよう。俺もうここは考えたよ。こいつは英雄でアクション消費なしで、自己犠牲が使えるから、自己犠牲を使ってこう。科学者は、まず東京を切って、科学者だ、免許者ね、東京移動を1、で、エアゾルユニット予防接種を実行する際に、ワクチン1つで、すべて取って、予防接種済みできると。これで2ですよね。1、2、で、3、で、4、5かな。これで3個消費して、4、5。家族のここでワクションできるんで、で隣を予防接種できる免許者効果。これでここは大学になったんで、5アクション消費したんだけども、自己犠牲を使います。で、これいい傷があった。治療薬の発見時、同じ色のカード追加で1枚必要とするっていうね。もう治療薬発見する必要がないから、こいつをつけて、傷を受けて、この間感染フェーズをスキップすると。いうことができます。ただ、2ドローが忘れちゃいけない。お、やっと来る引いた。お、やっと来る引いたよ。これで変わってくるかな。ただ、次の免疫学者があります。単があるし、エピ引いた瞬間にもう、ここは実現不可能。ただ、兵士がやるべきことは今自己犠牲したんだから、このモスクワとかを除去しに行かなきゃねっていうところなんでね。1、2、3、4。モスクワしか行けないのか、これ。ただ、リアドがレンサートブレイクするから、リアドだね、どっちかっていうとね。1、2、3、4。リアドだけは防げたと。まあ、で、モスクワのアートブレイクはしょうがないとしよう。ほら、ワクチンを分配してもらえば。で、次だろ。ほら、今頃黒引く。今頃黒引く。だから、黒、青、2枚ずつ集まるんだね。待ってよ、1、2、3、赤がいる。黄色いらなくなるかもな。わかんない。まあ、ちょっと操作、今難しいかもね。操作、たられば操作のことわかんないけど。で、ソウルは予防接種済み、リアドは今防いだ。ただ、モスクワがあるところ、これは見えてたことだ。あ、でも、モスクワはまだ暴動地域だから。だいぶ入ってきますから。で、ワクチンもばら巻きましょう。よいしょ、1個ずつばら巻くと。で、通信シライン。そうか、ジャカルタが意外とガン無視されてるのは、ジャカルタ引く前にエピデミックが起きてるってことだね。そういうことだね。で、ボゴダも、現状は来ないのか。さあ、通信シラインどうするのかな。1、2、3、で、また飛ばして、アクションを追加させようかな、4。はい、これで、それとも操作を諦めずにやるか？今、ざっくり決めちゃったけども。いや、予防接種に集中した方がいいね。あと1、2、3、4地域だもんね。よし、2ドロー。ただ予防接種が完了すれば、この操作も楽なはずだね。最終的にね。では、2ドロー。
あ、エピ引いた。エピ引いたことによって創作がこのゲームで不可能になりました。不可能になった。これ不可能になったら負けになっちゃうね。負けになっちゃうから、ちょっとこの辺調べないといけないですね。あ、でも目的が破棄された時に終了するってことは書いてないんで、一応操作は絶対不可能になったんですけども、まあ通常の敗北上限が整うまではゲームは終了しないということですね。俺の見解、俺が読んだ限りだからマニュアルを、で、はい、まあ手札上限切ってから、すみません、なんかその初期でバンスを、ああバンした。メキシコはもともと借りてたのでバンしました。メキシコが衰退。そう、これでバンしたんだね。消せるのあるかな。頼む、このターン耐えてほしいな。そうすれば多少あれが進むから、そう、予防接種は進むからね。ここ耐えてほしいんだけどな。1、3、4、5か。もう5回目やりにくいよね。2、3、4、5。4地域選ばれます。耐えれないな、これな。免疫学者、もう一回やろうかな。ここで何回も予防接種した方がいいです。免疫学者、英雄効果でもう一回自己犠牲しようかなと思います。そして、免疫学者の点ならば、また少しね、進むからね、予防接種は。では、免疫学者、また英雄効果で自己犠牲します。次の傷を死ぬんだけど。で、これで、隔離がワンアクション多くかかるようになりました。まあ、これ隔離する暇あったら予防接種するから大丈夫でしょう。で、感染エリアが選ばれなくなった。で、もうこのターン可能な限り予防接種して負けるっていう、そういう作戦に行こうと思います。ただ、今ワクチンがねえんだ。あ、ワクチンが2個しかないんだ。だから台北、あ、どっちかっていうと大阪だな。大阪が壊滅しててやりづらいから。1、2、3。隣もできればいいね。いや、2、3じゃないんだ。軍事基地があるから、2、3、4、5。これで5アクション全部終わっちゃうんだ。軍事基地が1個あるから予防接種ワンアクションにつき。関太平洋では一番アクション多くかかると。で、2ドロー。俺は黒が超寄ってた。まあそういうことだね。まあ何切ってもいいです、もはや。で、これで4枚選ばれて、バンして終わりですね。ビアード、はい、ビアードバンした。ソウル、あ、リアードとカイロをバンして、ソウルは予防接種済み。で、メキシコバン。メキシコとマイアミがバン。これで終わりだ。終わりました。じゃあ、メキシコ、マイアミ、リアード、カイロをパニックレベル上昇させなきゃいけないね。まあ終わったけども、だいぶ予防接種が進んだかなっていうね、そういう感じはありますね。カイロで、メキシコとマイアミだな。メキシコ壊滅した。壊滅も結構地味に効いてきてるね、ここに来てね。はい、負けましたと。操作がどっちか終わらせたいっていうのあったんだけど、まあ予防接種がこんだけ進んでれば、だいぶ操作にも集中しやすくできる、なるんじゃないかなっていうのと、あとはそうだな、ちょっと黒が寄ってた、極端に寄ってたから操作が進まなかったっていうのもあるね。まあ下旬ラストゲームから頑張ってみようと思います。はい、グレードアップなんですが、通信指令員にもう最後のゲームなんでね、この上に傷跡を貼ることができるっていうね、3つ傷を受けれるっていう風にしました。で、まあ自己犠牲によって完成フェーズスキップ、もう最終ゲームなんで、次が足りればそれができるようにということですね。こいつもうさっきので使い切ったから、もうどうしようって感じはかなりありますね。で、あと初期軍事基地ね、リアドに新たに置いた、軍事基地じゃないや、ワクチン工場をリアドにも置きましたと。で、まだ操作が終わってないんで、操作、この創作ね、これが思ったより難しくて、っていうか色が偏っちゃうと逆に難しいっていう、そういうことなんだね。これもやっていかなきゃいけないのと、あと3つの地域だけなんで、予防接種は多分簡単にいけるんじゃないかと。次のゲームでね、免疫学者が変な場所で死んだりしなければいけると思います。そんな感じで下旬も頑張っていこうと思います。チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします。あなたが罪を出たけど